ハイシパーブウェブラジオ、ハイシパーブのハイハイキャスト。シュパーハピー、ハイシパーブのリーダーレオです。シュパーハピーリョウです。シュパーハピーオミです。シュパーハピーマグラです。今週もハイシパーブ全員でお送りします。よろしくお願いします。全員会来たぞ。お願いします、先週はアルバム発売記念ということで、はい、アルバムについてねたくさん語りましたけど、だったね、まあもう夏ということで、はい、好きな人できた、ね、夏といえばでしょ。夏といえばなんですね。オミ君どうなんですか。いやもうバリバリよ今。バリバリ、もうすっごい燃え上がってね、で今度ごめんなさい何の話してますか。ここハイシパーブの現場ですよね。ハイシパーブの現場だよねここね。いや、ハイシパーブ以外の現場もダメよ。ダメか。ごめんなさい、嘘です、はい、どっからやり直す。じゃあそうだね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もったいない。せーの、もったいない。せーのからみんなで言おうよ。先週のとこから全部最初全部使えなくなってるんですよ。先週はね、はい、アルバム発売記念ということでアルバムについて語りましたけれども、もう7月ど真ん中、はい、そうよ、夏始まりましたね。ねえ、はい、まあ、海とかね、いろいろありますけれど、はいはい、なんとですね7月9日は、はい、遊園地ジェットコースターの日だそうですね。最高だ。うん、なんでか分かんない、ね、泣く、泣くから、うん、分かんないな。泣いちゃう、あ、わーって、どう違うと思う、時間かかるあてとこで言ってますけど、まあ、ジェットコースターの日ということで、はいはい、遊園地行ったらね、じゃあ絶対することみたいな、ちょっと一人一つずつなんか教えてほしいな。遊園地行ったら、うん、俺コーヒーカップ、ああ一人でも飲んでる。なんか楽しくない。限界の速さ知りたくない。その遠心力好き系。好きで、なんなら一緒乗ろう、うん、回ってる時に自分のこのなんていうの、後から体つけることで自分自身もこう、はい、回り出すというか、どういう楽しみが。本当わかる、その気持ち。マジで限界行きたいね。もうちょっと上出ようもんなら飛び出るよみたいな。そう、いや本当にね、本気で回せば飛べると思う。やばいんですよ空に。ヘリコプターみたいな感じ。なんでそのコーヒーカップにストイックなんですか。でやっぱりこう一緒に行く友達とかによっては、うわもうちょっとやめてとか、ね、あそうなるっすよね。ちょっと多いよね、うん、絶対ね。それはあるんですけど、でももうそうなったら一人でも。マジでコーヒーカップ好きです僕。コーヒーカップ俺も好き。それで言うと、うん、絶対乗りたい、うんうん、コーヒーカップはそんな乗りたいと思う。テンション下がっちゃうか、うん、やっぱ気持ち悪いもんね。バイキングとか。バイキングか、うん、揺れるやつね、船の、うん、まああれも面白いけど、僕はさ、はい、まあ、乗り物もそうだけど、うん、あのエリアごとにちょっとさ顔くり抜かれてるなんか写真スポットない？あ、はい、ありますね。あれ好きなのよ、ね。顔はめパネルみたいな。顔はめパネル、うん。なんかあれを集めるの好きなの。集め自分も顔入れるんでしょ？自分顔入れて、要はなんかこのエリアのこのなんかお侍さんのスポットで撮ったみたいな、その写真を集めるのが、集まって見返すの好きなの。でも顔入んないんだよ。いやそんなでかないわ。本当顔だけ入れるの？ない。ねえ、これパスじゃん。パスがあるかな。何で？ちょっと待って待って、どこでやるの？先週アルバム発売。長い。僕はそのエリアごとにさ顔くり抜かれたさ、はいはい、あの写真撮るスポットがあるじゃん。それ何笑ってんの。顔はめパネル、ね、顔はめパネルで写真撮るのなんかやっちゃおうかな。あへえ、それはいろんなところで撮ってってことですか。そうなんか思い出写真が増えるやん。そういう時ってさ、その絵に合わせた顔をするの、それともこうちょっと渋い顔。あーでも絵に合わせるかな。絵に合わせる。なんか泥棒とかだってさ、ちょっとちゃんと泥っぽい顔してるんだね。なんか分かりやすい写真あるかな。いや大丈夫、また写真は見れない。見れないな、写真は誰にも、ね、なんか映像、こんな顔なんだけど。映像じゃん。大丈夫かな。こういう写真もこれ僕前に撮った写真。じゃあ、ね、さっきのはね、思いっきり配信とかまだ良くても、うん、これ本編なんだ。ハグちゃん怒ってんもん。本編怒って本編なんだ。先週に引き続き、ね、はいはい、ネット上の広い顔ね。他なんかある？てか今回その話じゃないでしょ。その話じゃないですよ。この話盛り上げてます。いい夏にしようぜということで、まあそうですね、はい、まあそれでは番組進めていきましょう。はい、ハイシパブチャンネルからお送りしてますハイハイキャスト。皆さんチャンネルがいいなと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。お願いします。それでは今夜もハイハイキャストスタート。ハイシパーブのハイハイキャスト、
さて先週はアルバムのリリースがありまして、リリーベなどドタバタな1週間しておりましたが、うん、ここで一息ってわけにはいきません。なんだって、はい、来月にはですね、毎年恒例のサマライが控えております。スコースコー。さあ改めてサマライの詳細、まずはおみちゃんお願いします。はい、うん、今年のサマライですが、はい、8月28日日曜日にですね、うん、新宿レニーにて開催いたします。よし。現在ラブ&アートオフィシャルファンクラブショップにてチェンジングをご購入いただいたファンクラブ会員の方を対象としました最速先行チケット抽選の受付中です。はい、ということで今回はせっかく4人揃ってるので、うん、来月に控えた今年のサマライどうするか会議を開催したいと思います。なるほど。いいんですか、こんな流しちゃって。ガンガン会議、うん、会議サマライ大会議と題してやっていきましょう。はい、はい、はいはい、それでは、過去にやってもう一回やってみたい企画や演出はありますかというね、ふむふむ、まあテーマで、っていうのでちょっとメッセージ来てるんですけど、ちょっと読んでいいですか。はい、お願いします。いろいろ来てるんですけど、はい、そうね、インスタでアンケート募集しまして、はい、サマライで歌ってほしい曲、なるほどですね、本当は全部と言いたい、ブランニューハイとにかく大好き、これのダンプラで落ちたので、ダンプ ラ、あの YouTube でそれダンスプラクティスですよ、見てくれて。なるほどね、そっちね、じゃあそういう略し方、まだ生のブランニューハイをお見せできてないってことだね、その方にはそういうことだ、見てないのかね。タイントラブをフル尺でお願いします。はフル尺でやること自体結構珍しいよね、毎回さその時期に出した曲だけだよね。そうですね、それ以外はハーフのことがちょっと多くなって、でもなんか一個ねピックアップして夏なんでこの曲だけ、ね、フルデーとかもありです、ね、確かに。ハッピーライフスペクタクル、いつも曲中に何かするイメージですが、あのタットダンスも見たい。あ、でもあれね、なかなか在庫ね、切らしてること多いもんね、タットはね。そうね、だからあそこのタットのラインをちょっと蛍光色にしたりとかして、よりタットが映えるみたいな感じ。それいいじゃないですか。でもあそこ秒入れてもいいんじゃない。秒入れる、秒ちょっとレザーとかにさ釘みたいなちょっとこうトゲトゲしたやつ入れてさ、ああなるほどね、スタッツみたいなことさ、入れてね、入れて、あちょっとなんか会議っぽくなってきたよ。あ、いいですね。今の何の話って感じ。入れてどうしたかった、入れてどうしたんだろう。本当に、曲が好きでたまらないです、うん、ハイバディ、はい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 、夏と言ったらこれ、まあ、ハイバディ、まあ、ビバ様、うんうん、ハイスパで夏といえばビバ様希望ですっていう、うん、まあ、やっぱりそこ2つはやっぱ人気ですよね、外せないね、うん、で新曲マイヴィーナス、うん、また会場のみんなで踊りたいです、いろんな作ってくれたね、ありがとうございます。キューティーキューティーをお願いします、いつもこの曲に背中を押してもらっています。嬉しい、いいね、キューティーキューティーもね、可愛らしい振り付けですからね。そうそうですね、全部やりたいに言ってくれたやつ、ね、うんうん、真夏のドラマティックナイト、はあ、新しいかも。そうね、冬だもんね。冬ですね。そっかそっか、まあ、ウィンターソングなんで一応あえて、あえて、ね、うん、ちょっと時期外れですが、これも時期外れですが、はい、トリックオアキスお願いします。うわ、相当やってないんじゃないですか。お膝だね、うんうん、そうね、だってハロウィンのイメージだもんな。テイクアーキースだよね、おみちゃんがマントひっくり返した以来かな。やめとけよ、やめとけよ、え、マント切れなかったやつ、あの雷を受けたりして、みんなでなんかちょっと最初アクトして、でみんなはけて最後おみくん出てくるんだけど、おみくんだけ切れてない、うん、そう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 、あれもねちょっと演出がね凝っててね、あのなんかあの着ぐるみ脱いではけて、はい、戻っていくはずなんだけど一人だけ戻ってきてないみたいな。あ、それ前回の、前回の僕やな、口にバラ挟むみたいにマイク加えてる、僕だな、あそれもおみちゃんか、そう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 、そっかそっか、なんかあのグッバイジャンゴのね、はい、あの去年のサマライのステッキリベンジお願いしますって言ってるんですけど、それサマライだっけ、それ、うん、あサマライかな、いやサマライか、うん、サマライ1年経ってんだ、あれサマライ、あれサマライなんですか、はい、この間のじゃないっけ、年末のこの間のは違う、うん、違うか、やば、そう、年を重ねてね、1年前がこの間になるあっという間だ、前回がそれステッキで、あ、前々回がステッキで、前回が多分ストンプだったっすね、あ、アレンジ系は、ストンプね、ダンスね、うん、はい、みんなで音に合わせて、そうそうそう、
ったとかね、本当の1年越しのリベンジみたいなことで、いやもう怖いよ、マジックをするっていうところね。オミ君成功してたから。まあね、でもさ、やっぱヒヤヒヤだよね。いや本当に、ね、僕たち追いかけっこしてた。見てない人もいるから、どういうのかなっていう、簡単に言うと、その手の中からステッキをパンと、ね、マジック、ね、出現させる、うん、そういうマジックなんだけど、それがね、なんかちょっと難しくて、ね、当日成功したのがね、約1名、あの、そう、リハの時に1回も成功しなかったオミちゃんが、そう本番で成功するっていう。リハの時、まあ多少できてたね。僕できたよって言ってチラッとみんな見たら、もういろんなところになっちゃってるっていうね。その前にオミちゃんは滞在を犯してるから、うん、もうむしろなんかもう裸になった状態で僕何やってたっけ。だから出てこなかったんだよ。あ、それそれそれ、そうそう、同じ、まあ、一番最初、うん、そうか。まあでもあれしょうがない、ちょっとアクシデントっすよね、うん、そうね、いろいろあったね、いろいろありました。僕のマイクもね、使えなくなっちゃったりとかあったんで、だから前回は割とハプニング尽くしで、ね、前々回が、うんうん、ハプニング尽くしでしたけど、まあ、でも今回はね、やるか分かんないけど、ね、はい、いつかはそのなんか、まあ、パンチとかでもね、うん、リベンジできたらいいですよね、そういうのね。そうですかね、ユーリカのレオの寮のバックダンサーをもう一度見たいって書いてる方もいらっしゃる。あー、やったね、やったね、ポメ君の前のソロ曲、僕とレオ君で踊って、ね、神羅万象のやつですね。そうね、なんか本当今回僕たちまださ、うん、セットリスト分かんないもんね。そうなんですよ、まだね、まだ僕たちも知らないから、うん、どうなるんだろうね。あ、でもそれこそさ、あの新しいアルバムにさ入れてもらってる曲で、うんうんうん、なんかこうマグとこんな感じでパフォーマンスしたいねみたいな話とかはするな。え、うんうん、どんな感じユニット曲とか。そう、なるほど、あのモテタイズムのバックでってことだね。え、違います、違います、そこでなくて、アジアエリアンのパフォーマンスをどうしようか。いいんだよ、全然出てもらっていいんだよ、ね、だし、うん、セトリの順番も絶対僕らが先やっときたいよね、先、うん、だから先だからこそそのまま、そうそう、残ってもらって、うん、そこに来るっていう形で、モテたいです僕たちもっつって、うんうん、いいじゃん。ちょっと一回4ヶ月ぐらい、うん、あの持ち帰ってもいいですか。4ヶ月、終わってんな、はい、終わって、うん、あ、どうしようかな、じゃあどうしようかな。だから出ないってことでいいもんね。そうっすね、ちゃんと目見 てちょっと待って、モテタイズムってそんなになんかさ、あの地雷曲みたいになってんの。そうそうそう、こんな感じの曲じゃないから。そうだよ、楽しい曲だから。あの経験値が足りないですよ僕には、圧倒的に。でもちゃんと来てるよメッセージにも、モテタイズム、りょうくん、まぐちゃんにはちゃんとあの後ろで自由パフォーマンスって書いてます。自由パフォーマンスしてくださいって書いてます。いや、てかね、あのそのもったいない、なんか僕らが出ちゃうのが、うん、だって2人が頑張って作った曲なんだ。いやいや、これだってハイシュパーブの曲だよ。そうだよ、ワールド壊したくないですよ。え、なんでオミレオワールド、ハイシュパーブの曲じゃないよこれ。ハイシュパーブの曲だよ。2人が趣味で作った。なんで趣味で販売するんだよ。お前入ってほしいよ ね、うんうん、いや、でも全然、うんうん、絶対盛り上がるからね、あれ、うん、ライブで、ね、ライブ映え絶対そうです。うん、まあね、演出とかまあいろいろね、うん、俺が考えていくにして、はい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 、なんかちょっと出してみたいグッズとかアイテムとかあります。あ、グッズ、夏の、うん、まあでも夏、ハイシュパーらしいとかでもいいし、なんだろうね、水着いつ着んの。そう、海パンとかどう。あ、そういうことね。え、でもさ、海パン、パン、普段着にも使えるような海パン。あ、まあそうおみちゃんは何色の水着が好きなの。なんだろう、水着で、でもやっぱ黒かな。黒、うん、どういうディティールがいいですか。なんか僕ね、パレオみたいのが好きなんだよね。え、パレオ、パレオ、パレオ、なんかそのさ、あの女性のブーメランパンツみたいな、なんか三角じゃなくて、うん、スカートみたいなさ、あ、大丈夫かな、なんかサンバみたいな感じ、ね、そうなんかバッて出てるよりもさ、なんかあの何が出てるの、女性なんかそのスタイルがってなるよ。ねえ、これ悪くない。僕犠牲にしてるじゃん。水着したいって言って水着って言うんだもん。違う違う、だから僕は普通に海パンの方だったの。あ、はい、ね、女性用じゃなくて、別にだって女性なんで、その俺らしか履けないじゃん、ほぼ。え、でも、違う違う、それさ、なんか女性って別にほらいいでしょ、そういうのも。ショートパンツ、ハイパンっぽい、ほらパジャマとかで着てもらうとかさ、ね、ああ、なるほどね、濡れても大丈夫。そうそう、衣類とかなんか出したよね、うん、衣類、暴れる感じ、まあ、T シャツあるけど、今までやったのは T シャツ、パーカー、タオルか、うん、それ以外ってんですかね、夏っぽい、なんかそれこそさ、ああいう形のタンクトップじゃないけどさ、うん、あ、いいっすね、あのノースリーブみたいな、タンクトップと半袖の間ぐらいのさ、うんうん、肩までかかるシルエットのシャツあるじゃん、いいっすね、あれとか可愛いよね。確かになんかメンズが着ても女性が着ても可愛いし、クロップにしたりとかね、あ、いいですね、おへそちょっと出るぐらい、あ、いいっすね、最近多いですよね、うん、確かに、いろいろアレンジできそうな感じ、ね、でもあのサンダルとかね、サンダルね、うん、サンダルいいっすね、サンダルいいね、
だって別にね、あのベランダで使ってもらってもいいわけ。いや本当そう、コンビニ行くときに使ってもらって。そうね、日常も使えるよ。金魚のサンダル思い出すな。俺がプレゼントでね、おみちゃんにもらったやつね。派手なね。なんかまあいろんな考え方もできるけど、確かになんか夏っぽい。でも衣装こういうの着たいとかない？なんか自分たちの衣装、うん、いや例えばさアジアエイリアンだったらさ、うん、サングラスかけたいなとかさ、かけたいですね、うんうんうん、ちょっとなんか夏なんだけど、うん、ちょっとなんかこうファーっぽい衣装とかもなんか似合いそうじゃん、うんうん、いいっすね。で結構多分デカめのシルエットの方がかっこいいだろうなとか思ったり、なんかそういうイメージがあったりする、うんうんうん、あとなんか他のさアーティストさんでさ、あの煙とか出すアーティストいるの知ってます？煙どこどこからですか？口から？いやあのね銃みたいな、銃みたいなやつで、あシュッて俺それのあのお札のやつやりたいっす。お札のやつ、お札も出るやつある、スプリムのやつ、うん、そうそうそう、そ手じゃないっす、手じゃなくてあこっバルルルって出てくるやつ。でもなんかそういう歌詞なんですよ、うんうん、まず、うんうん、アジアンエリアンが、じゃあもう上からさその1万円札をバーって巻いちゃえば、あっでもいいよ、ね、そうそう、当日だから銀行行って下ろしてくればいいですか？いや下ろしてきて、あ下ろして自分たちの、あガチの、うん、あその方がリアリティある、うんね、いやそういうリアリティそこ求めんだでなんか4枚ぐらいしか落ちてこないからあケチったな2人の限界が嫌ならなんか分かるね、うん、そういう湧いたりするよね。そうですね、うん、なんかそういう演出的なのやってみたいし、うんね、うん、楽しそうとかね、うん、夏だからみんなでこうなんか衣装をバッて脱ぐ演出があるとかね、うんうん、腹筋太鼓とかね、腹筋太鼓、あの宙にぶら下がってね、逆立ちしながらとかの、もうみんなで腹筋ずっとし続けながら、いやもう別の人がやってんのよそれ、マッスルミュージカルみたいな、マッスルミュージカルやろうよ、ブリングアウトザヒーローズで、あのトランポリンとか置いちゃって、いいっすね、怖、飛んでくよね客席に、本当だよ。なんかあの飛び箱とか置いちゃって、オースターボックス、なんかみんなでギネス記録とか挑戦したくない？その場で、その場で、前一回やりませんでしたっけ？なんか最初さあれじゃん、あのそれで言うとね、ゲストで出ていただいたね、シェリー吉武さん、あそう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 ね、シェリー吉武さんゲストで出てもらってね、ねその時も挑戦ねしましたけど、ライブで挑戦したいですよね。ねそれで成功したら盛り上がるべ。確かにあの方がやられてたのくるみ割ったりとかさ、あそうお尻でくるみ割ったりと か, なんかそうう俺らだと 何が俺さ顔に付箋いくつ貼れるかみたいなのあった、体かな、体からだ、ね、いくつとかそういうのやったな、やってました、ね、それでいくなんだろうね、ターンイントゥーラブを連続で何回踊れるかっていうギネス記録それで僕たちしかいないから2回ぐらいで終わると思うんですよ、そっかそっかそっか、あとこの間見かけたのが、うんうん、あの30なんかパンツ並べてあって、うん、それを何枚こう履けるか重ねて履けるかみたいな、オードリーの春日さんが挑戦されてて、うんうん、どうだったの？いやそれで持ってるんですよ、あ記録をね、はい、持たれてるそうだから、それ抜こうみたいな。でもさ そことか猛者がいっぱいいるやん。確かに、じゃそうね、ちょっとマイナーなとこってことね。だから俺らがそのダンス&ボーカルグループだから、ちょっとなんかこうダンス寄りにしたりとかして、うん、例えばこの目閉じた状態で丸々一曲完璧に踊ってポジションを最後までつけるかどうかみたいな、あそれを最後までやりきれるか、そうとか、それじゃ誰判断するの、目開けてるか開けてないか、え本当にもう目隠しして目隠しして怖とか、まあ音はなかったらまあちょっと難しいもんな、ね、音はあった方がいいから、見てる人も楽しいだろうから、うんうん、例えばじゃあ、うん、今回夏だからさ、うん、ビーバーさんもフルでやりますってなって、うん、ワンコーラス目はちゃんとみんなで踊って、うん、感想中にじゃあ今から目隠しして、うん、2コーラス目完璧に踊りますとか言って、うん、怪我しそういいじゃん。なんか目隠しってちょっとさ、それはそれでかっこいいんじゃない、衣装的に、うんうんうんね、で最後スイカ割るんだよ、まあ、結果そこに行くめちゃくちゃベタな方に走りました、ね、でもいいじゃんね、スイカ割りとか、確かにスイカ割りガチのスイカ割りでやってないですもんね、うん、そうだね、まあ、なかなかね会場の問題とかもあると思うんですけど、はいはい、スイカ割りしたいな、スイカ食べたい、スイカもいいじゃん、でも俺ぶっちゃけパイナップルの方が好きだけどね、うん、そしたら俺僕マンゴーの方がいいっすわ、グリンゴ好きだもん、ただ好きなフルーツ言ってるだけやただ好きなフルーツ言ってるだけや、はい、ということで今年のサマラもご期待ください、はい、詳細を追ってお知らせさせていただきます、はい、
バーグのハイハイキャスト。さて、あっという間にエンディングの時間です、はい、この番組ではリスナーの皆さんからのメールを大募集しております。番組の感想はもちろんのこと、メンバーへの疑問、質問、悩み相談、お願い事など何でも OK です。この動画の概要欄に記載のメールフォームよりお送りください。それではここで僕たちハイシパブからのお知らせです。はい、毎月1回ハイシパブのハイシパンチを配信しています。次回の配信日は公式ツイッターにてお知らせいたしますのでお楽しみに。はいはい、ハイシュパーブ待望のセカンドアルバムチェンジングジュエリーバッドボーイが6月29日に発売となりました。現在 SNS キャンペーンも実施中ですので、公式ホームページやツイッターをご確認いただき、ぜひキャンペーンにも参加してください。公式 YouTube では全曲視聴ができるトレーラー映像も公開してますので、周りのお友達にもハイシュパーブいいよって広めていただけたら嬉しいです。はい、そして改めまして、8月28日日曜日に新宿レニーにてサマーライブやります。さあ、チケットの申し込み方法などライブの詳細は公式ホームページや Twitter にてご確認いただき、ぜひ申し込んでください。はい、この夏にしましょう。はい、またですね、 TikTok にてハイシュパーブの楽曲を使用いただくことが可能になりました。ありがとうございます。僕たちもですね、今後はハイシュパーブの曲を使って更新していこうと思ってますので、皆さんもぜひチェックよろしくお願いします。お願いします。はい、ということでね、今年はどんな夏になるのか、いや、ね、本当ですよ、今からハイシュパーブと共に過ごす楽しい夏にしましょう。はい、はい、さてこの番組は毎週ハイシュパーブ公式 YouTube チャンネルにて放送予定です。情報は追って公式 Twitter などで告知しますので、ぜひフォローしておいてください。そしてこのハイシュパーブチャンネルがいいなと思ったら、チャンネル登録と高評価もぜひよろしくお願いします。お願いします。それでは今回のハイハイキャストはここまで。また次回も聞いてください。ということでお送りしたのはハイシュパーブでした。また来週。